歴代24時間テレビ歴代パーソナリティになったグループ。今や夏の風物詩である24時間テレビ。その24時間テレビのメインパーソナリティといえば、ジャニーズタレントが思い浮かぶという方も多いのではないでしょうか。実は24時間テレビでメインパーソナリティが誕生したのは2003年のこと。その時のメインパーソナリティは TOKIO のメンバーでした。とはいえ、24時間テレビは2003年以前もありましたよね。2003年以前の24時間テレビは、司会進行は総合司会が行い、それとは別に番組を補佐するチャリティーパーソナリティ、番組パーソナリティがいました。チャリティーパーソナリティとは、現在のメインパーソナリティと役割的には変わりませんが、それがメインパーソナリティと呼ばれるようになったのは2003年からなのです。今回は2003年以前、以降問わず、24時間テレビでパーソナリティという役割を務めたジャニーズグループをご紹介していきます。24時間テレビ歴代パーソナリティになったグループ。24時間テレビは1978年に始まりました。第1回の総合司会は萩本欽一さん、大竹しのぶさん、大橋巨泉さん、竹下恵子さん。チャリティーパーソナリティはピンクレディが務めました。初めてジャニーズグループがパーソナリティを務めたのは1995年のことでしたので、24時間テレビが始まってから17年後のことでした。スマップ、1995年に初めてジャニーズグループで24時間テレビのパーソナリティを務めたのはスマップでした。当時はまだ森且行さんが在籍していた6人時代のスマップでした。スマップが番組パーソナリティに決まった時は、記者会見会場でスマップの内輪を振るファンもいたそうです。しかしそれに対して中居正広さんが、今はそういう時じゃないということを分かっておいてください、と注意しました。チャリティーという番組の趣旨を理解しての発言であったと思います。中居さんのまっすぐな人柄がわかるとてもいいエピソードですよね。番組の企画で100通の手紙というメンバーそれぞれが誰かに向けて手紙を書いて披露するシーンがあったのですが、その時中居さんは長兄に向けて手紙を書きました。その手紙には、兄が家を出た時の気持ちや寂しいと言葉にできなかったことが書かれており、また家族5人で1つのテーブルを囲んで食事がしたいとも書かれていました。普段はスマップのみんなをまとめるリーダーの中居さんですが、実は男3人兄弟の末っ子である、寂しがり屋で家族思いな一面が伝わりました。またスマップメンバーが兄弟や友人、両親に向けて手紙を読む中、木村拓哉さんだけは自分自身に宛てたキムタクへの手紙を読み、スマップのメンバーがいなければキムタクという自分は存在できていないということを明かし、話題になりました。キンキキッズ。2年後、1997年の第20回では、キンキキッズが番組パーソナリティを務めました。この時なんと彼らはまだ18歳の若さであり、チャリティーマラソンランナーには TOKIO の山口達也さんが選ばれました。この際に剛さんから光一さんに宛てた手紙は、今でもファンの間で語り継がれる感動の手紙です。剛さんから見た光一さんの第一印象や、出会った当初は自分とは合わなそうと思っていたことがこの手紙で明かされています。しかしその後、2人で活動を続けていくうちに、剛さんは光一さんの内面を知っていき、だんだんと自分の中で光一さんがなくてはならない存在になっていったことも綴られていました。
当時まだ14歳と若く、一人で生きていけると思っていた剛さんが、光一さんと出会って、人は一人では生きていけないということに気づかされたと明かす感動的な場面もありました。V6 のメンバーが24時間テレビのパーソナリティを務めたのは2000年のこと。ですが、実は森田剛さんだけはすでに24時間テレビの出演経験がありました。森田さんは1998年に TOKIO がパーソナリティを務めた際にチャリティーマラソンランナーとして番組に出演していたのです。その後2015年にはジャニーズの後輩グループである平成ジャンプと番組史上初の2世代メインパーソナリティも務めました。 TOKIO 1998年の番組パーソナリティにはTOKIO が選ばれました。この時のチャリティーマラソンランナーは同じジャニーズグループの V6 の森田剛さんでした。その後2003年も TOKIO がパーソナリティを務め、この2003年からメインパーソナリティという制度が導入されました。この年に TOKIO が選ばれて以降、毎年ジャニーズのタレントがメインパーソナリティに起用されるという流れが続いています。また2014年の関ジャニ8がメインパーソナリティを務めた24時間テレビでは、 TOKIO のメンバーである城島茂さんがチャリティーマラソンランナーを務め、 TOKIO のメンバーも応援に駆けつけました。嵐が初めて24時間テレビのパーソナリティを務めたのは2004年。その後、2008年、2012年、2013年、2019年と、なんと史上最多となる5回もパーソナリティを務めました。その中でも櫻井翔さんは、嵐としてだけでなく、個人でも2017年にパーソナリティを務めています。KAT-TUNの亀梨和也さん、NEWSの小山慶一郎さんと3人で務めた2017年の24時間テレビで櫻井さんは、グループでパーソナリティを務めるのと個人でパーソナリティを務めるのとでは全然違う。夜11時くらいに他の4人が出てきた時には安心した。もちろん他の2人が不安ってわけじゃないよ、と明かしました。櫻井さんにとって嵐のメンバーは心のオアシスだということを再認識したそうです。嵐のメンバーって本当に仲がいいですよね。KAT-TUNの24時間テレビでは KAT-TUNがメインパーソナリティを務めました。番組内の企画で赤西さんがメンバーについて手紙を書き、絆について語り感動を呼びました。赤西さんはこの番組を通して、人と人との絆やありがとうという気持ちを持つことの大切さを感じたといいます。メンバー一人一人への感謝を伝え、普段はクールな赤西さんの意外な一面を見せてくれました。ニュースが初めて24時間テレビのパーソナリティを務めたのは2009年のこと。番組内でのニーニのことを忘れないでというドラマでは錦戸亮さんが主演を務め、弟役には同じジャニーズグループ内の山田涼介さんが抜擢されました。その後メンバーが大幅に減ってしまったニュースですが、2016年にも24時間テレビの司会を務めています。脱退メンバーが相次ぎグループ存続の危機を迎えたニュースが、4人で話し合いを重ね、応援してくれるファンのためにと決めた活動継続。決して順風満帆だったわけではない彼らが、様々な思いを胸に挑んだ4人の24時間テレビは多くの感動を呼びました。関ジャニ∞がメインパーソナリティとなったのは2014年のこと。
TOKIO のリーダー城島茂さんが43歳にして101キロのマラソンに挑戦し、ゴール直前には TOKIO のメンバーが駆けつけたことでも話題となりました。番組内で関ジャニ∞のメンバーである村上さんは、城島茂さんが手紙で頼りない先輩で申し訳ないって書いてくださっていましたけど、結局は TOKIO をはじめ城島さんに助けていただいた24時間テレビでしたと明かし、まだまだ至らない後輩だなって思いましたし、先輩の背中を見て勉強することがまだまだたくさんあるなって実感していますと TOKIO のメンバーに感謝を伝えました。まとめ、いかがでしたか？ジャニーズメンバーがパーソナリティを務めるイメージの強い24時間テレビ。しかしそれは歴代のジャニーズグループの先輩たちがきちんと自分たちの役割を全うした結果だということが分かりましたね。今後もジャニーズグループが24時間テレビのメインパーソナリティを務められるよう、私たちファンもしっかり彼らを応援していきましょう。